ダマチマです。あのさ、朝起きてツイッター見たらファンタビ3のタイトル公開されてたね。これ気づかなかったで、タイトルがザ・シークレット・オブ・ダンブルドア、だからダンブルドアの秘密だよね。これ最初アルバスのことだけかなと思ったんだけど、多分アウレリウスとか、あとアリアナとかのことも入ってるよね。でさ、アルバスとグリンデルバルトの関係は原作でかなり明かされてるんだけど、そのことなのか、それ以外の情報も公開されるのかが気になる。そこも注目ポイントだね。で、ね、公開日が2022年4月15日。ごめん、今言えなかった。2022年4月15日。だから4年ぶりにファンタビをやるわけよ。もうワンピースなら2倍修行してる。いや、待ったね。本当に。本当秘密にしすぎだよ、ダンブルドア。で、あらすじも発表されたね。読むね、とりあえず。ダンブルドア授業は間違えた。ダンブルドア教授は強力な闇の魔法使い。グリンデルバルトが魔法界の支配権を握ろうとしていることを知る。グリンデルバルトを一人で止めることはできず。これなんで止めることができないかっていうのは、あれだね、アルバスとの間に、まあ、言われてないとしても多分ある程度察してると思うけど、みんな、彼は魔法動物学者ニュート・スケマンダーに勇敢な魔法使いと魔女、そして一人のマグルのパン屋によるチームを率いて危険な任務を遂行するように依頼する。そこで彼らは新旧の魔法動物たちと出会い、グリンデルバルトの増え続ける信奉者の軍団と衝突することに。しかし、こんなにもリスクが高い中、ダンブルドアはいつまで傍観者でいられるのだろうか、というものだ。素晴らしい。だからダンブルドア主体だよね、これ。完全にダンブルドアがとうとう本格的に動き出してますよみたいな、そういうストーリーじゃない。でさ、俺そろそろトム・リドルを匂わせてくると思うんだよね。 でも4作目ぐらいかな、ナギにも出てるし、匂わせトム・リドル来ると思うんだよね、週刊誌トム・リドルが。そっちも楽しみだね。てかサブリミナルトム・リドルがそろそろ誕生するんじゃないかなって思ってる。おります。